2月23日午前9時34分。おはようございます。いかがでしたかしらの報道弁護士、昨日の調査はなかなかでしたよ。正直なところ、まだはっきりしない点がいくつかあります。というか、はっきりしない点だらけだよ。そうだよ。どんな判決になっても気に病むことはありません。覚悟はできていますから。なんかそれだと、無罪もあり得るみたいな。私信じてるからお姉ちゃんのこと。そうだよ。なるほど弁護士、先輩として一つだけ忠告しておきます。はい、何ですか？弁護士は依頼人を信じるなどもってのほか、あら。あれれ？被告人は疑われる理由があるから起訴される。あら、火のないところに煙は立たないってやつね。それを忘れないことです。ともえさん。あなたは千尋さんの先輩であの人によく似ています。でも、お二人には決定的に違う点が一つあります。それは？あなたは弁護士ではありません。そうだそうだ言われる筋合いね。そろそろ時間ですね。それではお願いします、弁護士さん。そうだよ、弁護士さんだよ、なるほどくんは。まゆいちゃんがいない初めての法廷か。寂しい。それってつまり、千尋さん。誰の力も借りない。あ、そっか、僕自身が見つけるんだ。この手で、真実を。あれ、でも、まゆいちゃんとか千尋さんの助けを借りないで初めてできたのって、護道検事の事件が初めてだと思ったんだけど、この時点で、もしやなるほどくん、一人でできてたのか。頑張りましょう、なるほどさん。私がついてますからね。あかねちゃんが助けてくれるのかな？じゃないと、あれだよな。一人前になったっていうのが3年後。もうなんだっけ、千尋さんが、まゆいちゃんに、有罪になりたくなければあと3年は待つことね、みたいなこと言ってたんですよ。逆転裁判1で。1で、3年後に一人前にならないと困るんですよ。弁護側準備完了しております。検察側元より、みつるぎ。あの事件以来久しぶりだな、法廷に立つのは。あー。余計な感情を交える必要はない、なるほど、龍一。2ヶ月ぶりぐらいか。え？周りの者が何を言おうが自分の進むべき道は私が決める。お。外野には所詮判決を変えることはできないのだ。おー、煽るね。それでは、三井検事冒頭弁論お願いします。大月智恵は首席検事でありながら許されざる罪を犯した。しかも検事局を犯行現場に選ぶという暴挙。くぅ、やっぱり生は迫力が違いますね。なんか横顔の茜ちゃんめっちゃ可愛くない？横から見る茜ちゃん可愛い。なんか私いろいろ白状したくなってきちゃいました。しかしその暴挙が命取りとなったようだ。そうですか。犯行はある証人に目撃された。いわばプロと呼べる証人に。え？お弁当屋のプロ？一ノ谷京香を証人席へ。ゲロまみれのお京さんか。まああの人もなんか訳ありよね。今日は何のお弁当が出るのかしら。あなたはどこかで。あ、なんだこれ気持ち悪い。あら、こちら、キャビア弁当でよろしかったかしら。お、これがキャビア、生まれて初めて食べますぞ。こんなところで食べるなんてな。涙目で飯をかき込んでる。あ、なにこれ。そちらさんも、ふりかけ弁当でよろしかったかしら。ふりかけか、どうも。まあ、美味しいよね。証人名前と職業。それでそちら様は、ごま弁当でよろしかったかしら。まあ、ごまがかかってるだけまだいいんじゃないか。ランチタイムにはまだ早い。名前と職業お願いする。てか、ごま塩じゃないんだ。ごまなんだ。そちら様いかがかしら？お味の方は。これが憧れのキャビア。脳がとろけそうですぞ。私、キャビアとはひじきに似たものだと思ってました。どんなイメージだよ。名前と職業だ。あらあら。一ノ谷京香でございますわ。以後、見知りおきを。わけあって弁当ランドにで、陣頭指揮をとっております。これでよろしかったかしら、三井健二様。敵対してるね。それでは証人、事件の説明をお願いしよう。ちょっと待ってください。もう一口食べちゃいます。パク！早くしろよ。ふぅ。さて、三井健二。事件の説明ですが、できれば警察関係者の方に。ん？殺
裁判長様、そこの検事さんがおっしゃったでしょう。この一ノ谷教官はプロであると。あれ？元警察とか？どういうことですかな？一ノ谷教官は2年前まで捜査一課の特別捜査官。甲州殺人事件担当の刑事だったのだ。ええー、教官さん、お経でかでかのお経。あああ、あなたはもしや、ゲロまみれの通り名なんだ。お経ですわ。お久しぶり、裁判長様。へえ。ああ、わかりました。説明お願いします。ていうか、二人してなんか降ろされたんだな。あの、ザイモンさんと。何者なんだ、あの姉さん。それでは皆様こちらをご覧くださいな。京香さんは自分から辞めたとかかな。検事局の地下駐車場は二つのブロックに分かれてありますな。A ブロックは検事局職員用、B ブロックは外来者来客用。二つのブロックは金網で仕切られておりますわ。まあ、部外者に侵入されては困りますからな。事件現場は A ブロック奥の車、その後部トランク。犯人は被害者をナイフで殺害が車で運び出そうとしました。え、運び出そうとした？そうなの？でも運悪く目撃者によって現行犯逮捕されましたの。その勇敢の目撃者というのか？このお経ですわ、裁判長様。え、逮捕したの？取り押さえたの？ともえさんを。あなたは犯行の瞬間を目撃したんですか？もちろんですわ。その後直ちに首席検事様の身柄を確保いたしましたの。これはもう決まりだと思うんですが。いかがですかな、弁護人。僕に同意を求めないでください。それでは裁判長様、往生際の悪い殿方を真っ二つにさせていただきますわ。真っ二つにされる、お願いいたしますと。僕のことか？証言聞くか、とりあえず。私、分かっておりました。いつかこんな日が来ることを。あの日、彼にお弁当をお持ちする途中のことでしたのよ。捜査官としての勘と申すのかしら。何かを感じてしまいましたの。ああ、なんだ。すごい形相。見ると、金網越しに趣味の悪い車のそばにいる首席検事殿か。首席検事殿は右手にナイフを構えておりましたわね。右手か。そして、正しき捜査官の胸にズブリと突き刺しましたのよ。恋人にお弁当、乙女心というやつですな。ですな。疑問の余地はないようだ。確かにナイフをズブリと刺したところをそのものズブリ目撃しているわけですからな。いかがでしたかしら、真っ二つにされた感想は。考え中です。傷は浅いです、なるほどさん。それでは弁護人尋問お願いします。さっさと。さっさとするか。でもなんか特にあれって思うところはなかったけど。右手で刺したか。怪我してるのも右手だけど、右手にナイフ持ってたら右手が怪我しないんじゃないかというのは違うかな。検事様の罪を憎む感情、尊敬すべき点もありますわ。しかし彼らのやり方は醜く歪んでいる。あれでも刑事だったんだよね。歪んだやり方はいつか悲劇を生み出すもの。言われてるよ。弁当屋の意見としてありがたく受け止めておこう。都合の悪い証拠品はもみ消して存在しなかったことにする。あ、そういう方針が嫌だったんですか、京香さんは。そのためなら知りすぎた捜査官を切り捨てるお手の物だね。そういうことか。そういうことだって、みつるぎ。お京さん、何か検事さんに恨みでもあるのかな。ありそうだね。私、捜査官は天職と心得ておりましたわ。おそらくそこの済ました検事さんたちに解雇通知を受けなければ今も。解雇通知、クビにされたのか。私にとって検事は虫けらにも及ばぬ存在。さりとて私もプロ、証言に曇りはございませんのよ。わかりました。それでは続けていただきましょう。2年前の事件を知らない限りは絶対無理だな、今回は。彼というのは捜査官の。そちらの彼ではありませんの。主演室の彼ですわ。主演室の彼か。そちらの彼、彼をたくさんお持ちなんですか。他にもこちらの彼やあちらの彼もございますわ。コスワードの彼ですわ。いっそ裁判長もいかがかしら。どちらが空いておりますわよ。空いてるって裁判長。結構です。裁判長さん、ここで少し考えると。
ちょっといいなって思ったんじゃない？市営室は駐車場の A ブロックにございますのよ。駐車場をすべて見渡せるように、あ、2階部分か。なんかセキュリティとは書いてあるけど、どこが市営室なんだろうと思ってた。2階部分にございますの。セキュリティの部屋だな。にしてはセキュリティの文字結構下にあるな。まあまあ。ところであなた自身は車でお弁当を持ってきたんですか？私今は部外者ですから B ブロックに駐車いたしましたわ。つまりお京さんは B ブロックで事件を目撃した。そこですぐに逮捕ってことはないよね、そしたら。おかしいわ。事件の起こる予感がしたわけですか。あの感じ、なんと申し上げたらよろしいのかしら。そう、身の詰まったかぼちゃを前にした時のようなあの感覚。全く想像がつきません。捜査官の勘といえば、被害者の正しき道夫さんも捜査官でしたね。腕はまだまだでしたけれど、浅漬けのたくあんでしたわね。そうなんだ。まだ色に染まっていないまっすぐで素直な子だった。ああ、私などはもう真っ黄色でシワシワですがね。変な匂いもありそうですよね。なんか、使ったというよりも腐ってそうだよね。とにかくあの時、私何か胸騒ぎがして。見ると、この網越しに、趣味の悪い。趣味の悪い車というのはもちろん、密林賢治様の車ですわ。密林賢治の。ちなみに、死体に刺さっていたナイフも賢治様のもの。そうでしたわね。ね。間違いない。トランクをこじ開けてからナイフを取って、それで殺すってなんかおかしいけどね。全く微妙な事件です。それであなたの見た人物は被告人に間違いないのですかな？私、現場から10メートルも離れていない場所で見ましたのよ。間違えようがないだろうね。もしこれが本当なら責めようがないぞ。とりあえずつけてみましょうよ、ケチの一つでも。よし、やってみるか。証人、あなたは先ほどの証言ではっきりこう言っています。検事は虫けらにも及ばぬ存在。それならば、あなたはある悪意を持って犯行を目撃していたことに。口を慎むんだね、坊や。え？お京の言葉にあやをつける覚悟はいいんだろうね。ええ。はじめちょろちょろ中パッパ、美味しく炊き上げられたいかい？炊き上げられたい！出ました！お京さんのグルメ短歌。そうなの？新米弁護士と新米をかけたものと思われる。なるほど。弁当屋に身をやつしていても筋は通す。私なりに。お。あ、なんだこれ。この写真は、あなたが撮影したんですか？なんか面白いな。え、いつこれ？事件に気づいたその瞬間、反射的にシャッターを一つ。私、弁当の一つにカメラを仕込んでありますのよ。普通に首からぶら下げておけばいいのに。このような写真私も初めて見るが、あれ？賢治様に見せたら何をされるかわかりませんからね。ああ、もみ消されるって。私、捜査課の写真班に彼がいますのよ。確かに、これは被告人に間違いないようです。でも、なんでこの状況？何これは？ん？右手怪我してなさそうだし、手袋してるし。まあ、でも指紋はついてなかったんだっけ？なんか変じゃね？でもフェンス越しだな。これは確かに友江さんに間違いないぞ。それでこの時被告人は一体？何してたのこれ。右手にナイフを構えておりましたわね。なんか全然そんな風に見えないけど。犯人が手にしていたナイフについて聞かせてください。そう、刃渡り10センチほどでしたかしら。いかんかしら、密林賢治様。あなたはナイフでしょ？まあそんなところだろう。賢治様たちは人体の急所にはお詳しいはず。ゆで卵を作るより優しい仕事だったでしょうね。それはあなたに証言できることではありません。そうだそうだ。あらあら。そちら、生卵派でしたのかしら。温泉卵派です！それでナイフを構えた被告人はどうしたか。そして、正しき捜査官の胸に。あなたはなぜ犯行を止めようとしなかったんですか？ナイフを振り上げたところを見ていたんですよね。確かにそうですの。残念ながら気づいた時にはすでに遅すぎましたの。遅すぎた。次の瞬間、史跡検事殿は凶器を振り下ろしておりましたわ。おかしい。そうですか。
気丈浅いです。なるほどさん、さっきも聞いたよそれ。他に何かないのかな。お京さんの証言、科学的に全く隙がありません。致命傷じゃないか、のっけから。どうしましょう。もう有罪なんですかお姉ちゃん。とりあえず焦らずじっくり揺さぶっていこうよ。隣であたふたされるとかえって落ち着いちゃうな。あるある。ニコニコしないでください。お化け屋敷とかも自分より怖がってる人がいるとなんか冷静になっちゃうやつ。でも右手にナイフを構えておりましたわね。写真かな。他に何かあるかな。この写真だとなんか終わった後に写真撮ってるように見えるよな。帰りつついてるし。他にはこれか。電話がわざわざ書いてあるな。電話壊れてるとか言ってたけど、あ、スライドできる。あ、 B ブロックが見れる意味はなんかあんのかな。弁当ランド、あれっていうか結構写真の位置からしてどこで撮ったんだろう。開いてるのは上だけど、そしたら見えないしな。結構あれか、一番下の車が弁当ランドの車とかかな。なるほどね、守衛室。ナイフによる傷が一箇所か。5時12分に入校。時間のことは別に何も喋ってないな。指紋はないか。まあでも手袋してたしな。写真出してみるか。意味あり。あなたはそれを目撃したわけですか。巴さんがナイフの被害者を刺すその瞬間を、すでに申し上げた通り、このソース弁当にかけて、すごいソースがガチッとハマってる。ふむ、食欲をそそる匂いですな。しかしそれはおかしいのです。この写真を見てください。あなたの撮影したこの写真、巴さんはナイフなど持っていない。どういうことかしら。何ですか？密林検事、何かコメントお願いします。意義あり。え？意義ありって言ってよ。もう少しやる気を出していきましょうよ。やる気を出すべきは貴様の方だ弁護士。え？どういうこと？この写真は犯行直前に撮影されたものではない。シャッターが切られたのはすでにナイフを刺した後だ。じゃあ証言と違うじゃないですか。どうしてそんなことがわかるんですか？帰り地。え？史跡検事様のコートの赤いシミ見えませんかしら。白黒写真じゃないか。はあ、わかりにくいですが、これは血痕だったんですか。いかがかな、弁護人。問題は全く見当たらないが。君以外は。なるほどさ、問題児扱いされてますよ。どうなんだろう。え？いい、あり！バカ言え！しかしさっき証人ははっきり証言した。事件に気づいた瞬間にシャッターを押したって。言葉が足りませんでしたわね。ごめん、遊ばせ。はあ？何よ。それで終わりですか。ご飯が足りなければおかわりをすれば済むこと。それが嫌なら最初から大盛りを注文することだね。わけもわからず怒られちゃいましたね。私には彼女の犯行を止める余裕はありませんでしたもん。大月健二様はプログラムされたロボットのように正確に、そして冷酷に殺人計画を実行したんですわ。じゃあロボットだったんじゃない？計画、なぜわかるんですか？写真の首席検事の手に注目していただきたい。あー、手袋をはめてるからってことか。薄いゴム製の手袋だろう。彼女はなぜこんな特殊なものを。はあ。犯行計画なくしてこんな手袋をしているはずがない。ぐはー。あれ？じゃあ怪我？確かにこの手袋は犯行の計画性を物語っています。計画殺人、重罪ですよね。証人、証言に追加していただきましょう。お？殺人は全てが計画的だった。ゴム手袋がいい証拠じゃないか。ゴム手袋？ん？まあ、それは指紋はないけど。あれ？人物ファイルない。ここでは人物ファイルないんだ。ゴム手袋か。これ、遠目でゴム手袋ってわかるかな？え、そういうわけじゃない。
まあ見えるか。白黒。ゴム手袋って見えるかな。私はこれ革かなって思っちゃうかな。一応揺さぶる。でももしかしたらおしゃれ手袋だったのかも。被告人が逮捕された時手袋は確認されている。解剖の時に使用されるゴム製の特殊なものだった。つまり首席検事様は被害者と現場で会った時最初から殺害を考えていた。そう考えるべきですわね。犯行の準備は全て整っていたってことさね。ググー。じゃあ整ってなかった証拠がある。まずいな。この殺人は全てが計画的だった。この主張が通ってしまえばいきなりおしまいだぞ。計画的ではなかった部分か。傷浅いです。浅いな。なんかあるかな。ニコニコ。あー、ちょ、短いな。意外と短いな。あ、すごい、はしょられてるわ。何かあるかな？計画的じゃなかった。ID カードは別に何とも言えないな。蜜剣のナイフか。蜜剣のナイフを使った意味って何だろう？計画的だったらナイフ持ってくるんじゃないかなーっていうのはない。ない。失血死。傷は一箇所。正しきのメモか。そしたらナイフなのかなー。なんかちょっと甘い気がするな。あ、いいんですか？いいんですか？証人、これが何だかお分かりですか？この凶を試そうなんて10年早くてよ。もちろん凶器ですわ。そこの検事様のトランクに入っていた。その通り、私のナイフだ。私のナイフって。どうなってるんだよ、この事件。赤い凶器も赤い車もあの赤い検事さんのですって。そもそも被告人が地方検事局の首席検事だろ。ママ、どうなってるの？え？子供入っていいんだ、こういうところって。弁護側から要請します。証人は正確な証言をしてください。どういうことかしら、坊や。あなたはこう証言しました。ホオズキトモエはあらかじめ犯行をすべて計画していた。だからこんな特殊なゴム手袋を用意していたのだ。事前の推理ではないですか。手袋には計画性を感じますが。しかしそれならば、なぜ肝心の凶器を用意していなかったんでしょうか。あ、崩れましたね。このナイフはたまたま車のトランクに入っていたものです。そうだそうだ。もし殺人を計画するのならば、まず用意するのは凶器です。あ、お弁当が、お弁当。静粛に。よし、これで状況は変わった。さすがです、なるほどさん。お姉ちゃん、これで無罪に。笑ってるよ。弁護士くん、なんだよ。塩弁当でよかったかな。なんだよ。なんだって？まさかこんな些細なことで、状況は変わったなどと勘違いしていないだろうな。しかし実際殺人の計画性はこれで。バカな。検察側は計画性など最初から問題にしていない。そこの弁当屋が勝手に言い出したことだ。な？被告人ホオズキトモエが捜査官をナイフで刺殺した。まあ、検察側が立証すべきはその一点のみ、他にはない。ふん、検事局の坊やが頭のいいとこを見せたわけ。でもね、あの女は明らかにやっつけるつもりだったのさ。それでなければあんな、あ、なんか喋りそうだよ。証言、おお、ここで裁判長のファインプレー。証人見たことだけお願いしよう。そうだそうだ。お黙りなさいな。なんかちょっと付け加えられてんだよな。お際の推理は坊やの目玉50個分のビタミンがあるのさ。グロいなんか、怖いな。目玉ってビタミン、まあ多少はありそうだけど。ホオズキトモエは正しき捜査官を殺害するつもりだったのさ。この形相で。そのためにわざわざ被害者を検事局に呼び出したんだからね。首席検事様は被害者にかなりの恨みがあったはず。なんで？そうでなきゃ、あの人間マシンが何度もナイフを使うはずがない。あら。何度もだって？おかしいわね。
警察局にいたはずの被害者が検事局に呼び出された。確かにそこにもある種の計画性が感じられます。そんなこと言ってたらラーメンの出前も頼みませんよね。ねえ。それでは弁護人尋問お願いします。まあ一応全部揺さぶるけど、最後が何回も刺したからなんか恨みがあるってこと言いたいんだよね。でも一回しか刺されてないのよ。だからどうしてそれがわかるんですか。だからそれをこれから話すんじゃないか。今のは話の枕というやつでしょう。黙って聞いておくように。全部揺さぶりたくなるんです。いっそ今日の膝枕で眠らせてやろうか。眠りたい。半壊になってないような。その弁護人なら自分の肘枕で十分だろう。一人寂しく寝ろって言われてる。なぜ被告人に殺意があると考えたのか。今自分の肘枕って言うから三剣の肘枕貸してくれんのかと思ってドキッとしちゃったわ。自分の肘枕でって言ったら、ねえ。巴さんが呼び出したという証拠はありません。呼び出していないという証拠もございませんのよ。三剣検事いかがですか。被告人、ほおずき鈴木検事の携帯電話には通話の記録はない。文通をしていたのかもしれなくてよ。せめて公衆電話ぐらい言ってほしいな。とにかく事件当日被害者は検事局を訪れ殺害された。何か理由があったはずでしょうな。証人、被害者を呼び出したのはなぜ被告人だと思うんですか？思うんですか？恨みがあったはず。恨みね。どんな恨みだと言うんですか？さあ、そこまでは知りませんわ。さあ、じゃありませんよ。では、坊や、はい。ここにお弁当がございます。おかずは何かしら。え？なんだこれ、シュレディンガーの弁当。観測しない限り、中身まではわからない。人生は鮭弁当のようなもの、そうは思いませんことは。なるほど、だから鮭はこんなにもしょっぱいのですね。そうなの？例え話に弱いんだよな、あの裁判長。被告人が正しき捜査官を恨んでいた。そう考えた根拠を聞かせていただこうか。簡単なこと。ナイフを使うって何回も刺したって言いたいの。人間でマシン、証人の発言は矛盾している。ふぅ。もう少しマシなケチをお願いできないだろうか。ミズルイゲンジのため息はシトラスの代わりと、嘘、匂った？くんくん。何度もというのは具体的に何回ですか？キャベツの千切りと言って千回切るわけじゃない。正確な回数に何の意味があるのさ。なんでこっちが怒られるんだよ。まあ、とりあえず何回か刺したということにしておきませんか。なんでそんな適当な結論に着くんだよ。思ったことは口に出していきましょう、なるほどさん。お京さん見た目通り短気だったみたいだな。短気。捜査官のプライドが傷ついて隙だらけだ。隙ができたな。短気は損気、科学的にも証明されています。実は前から思ってたんだけど、短気はわかるんだけど、何なんだろう、損気って。損ってことかな？なんだろうね、損気って。世の中には科学では解明できないこともあります。あるなあるなじゃあ、突きつけちゃおっかな。解剖記録。何度も刺した。そんなの目撃できるはずがない。このお経を試すつもりなら、一杯食らわせるよ。お、青のり弁当だ。歯にめっちゃつきそう。一杯食らうのはおそらく君の方だろう。ミズルギは気づいている。この顔かっこいいわね。どういうことですか？説明するのもバカらしいが、これを見ていただこう。ナイフによる傷は一箇所、解剖記録にそう書かれている。あ、本当です。さすがミツルイケンジ。惚れちゃいますよね。かっこいいな、ミツルイケンジさん。僕の力いっぱいのギアリはどこへ消えたんだ。さあ、いかがですかな、証人。わ、なにこれ。ケチャップ弁当でよろしかったかしら。あ、どうも。血とケチャップを見間違う人間はいない。そう信じておりました。でも今日からは改めることにいたします。つまり、見間違いだった。ん？ナイフを振り上げたとき、胸のあたりに見えた気がしましたの。ん？返り血が。だから、少なくとも2回は刺したはずと思ってしまった。え？返り血はないと見間違えたか証言お願いします。ん？どういうこと？